電気屋さんに行くのものすごい好きで、バーって後輩と歩いとったら、おっさんの声で、やめなさい！たっくんやめなさい！っていう声が聞こえて、パッと見たら、おっさんがダイエットに効く乗馬マシーンとかで、どんどん揺れながら、たっくんやめなさいって言ってるんですよ。多分、たっくんという子供が乗った瞬間にマックスにして逃げたと思うんですよ。やめなさい、たっくんって、お前になってるんですよ。たっくんらしき者は誰もいないんですよ。で、店員さんが来て、ああ、大丈夫ですかって止めて、ああ、言って、そのお父さんが走っていったら、たっくんはマッサージチェアで、寝てるんですよ。タックものすごい悪いなと、普通は自分のやったら見るやんみたいな。で10分ぐらいだったからまたさっきのおっさんの声で、タックン返しなさい、タックン返しなさいって、パッて見たらおっさん立っとるんですよ。ほんでタックンもここにおるんですけど、さっきよりねおっさんの方が盛り上がってんすよ。低周波治療器コーナーって言われてるんですけど、多分つけてタックンにリモコン取り上げられて、タックンやめなさい、返しなさい、5秒になったら10秒、タックン返しなさい。